分かってるわね、フィー。気を許しちゃダメよ。うん。こっちで何か動きがあれば、すぐにシルフもどきを飛ばします。気をつけて行ってきてください。頼む。しかし、なんだってこんな僻地に聖霊は施設を作ったんですかね。テレサ、お前は何か聞いているか。ここは、今でこそ無人島ですが、遺跡が示すように、かつて何度も文明が栄え、滅んだ場所、海流、気流、地脈の流れがこの島に集中しています。それは同時に、汚れの集中点を意味するのです。だから、文明が栄えたり、滅んだりしたの。ええ。そして、ここで生き絶えた人々の出した汚れは、今なお消え去ることなく、さまよっているのです。今も繁栄した分、死滅した命も膨大なんじゃよ。本来なら、汚れを感化することなく、真っ先に対処すべき場所なのですが。カナヌシ復活を目論む聖霊にとっては、最も対処したくない島第一位じゃろうって。汚れに満ちていながら、人がほとんどおらぬ。これほどまでに都合のいい場所はないでの。この島には、クーマを置かない手はない。これは、聖霊の宿営用のテントですな。常駐はしてないようですが、手入れはされてますぜ。私が把握している限りでは、次に大魔師が巡回に訪れるのは10日後です。クーマを探して地脈点から引き剥がすには、十分時間はあるってことだな。ここで休むこともできますし、慌てず確実にクーマを見つけに行きましょう。テレサ、久しぶりですね。会うのはミザ以来になりますか。ですが、それほど久しぶりとも思えません。裏切り者エレノア・ヒュームの情報はよく耳に入ってきましたから。海賊病は大丈夫ですか？問題ありません。サレトーマはちゃんと飲みました。相変わらずひどい味だったでしょう。新人大魔師の歓迎会で飲まされたことを思い出しますね。なぜ聖霊を裏切ったのですか？巡察官という重職を任されていたのに。本当なら巡察官にはオスカーがなるはずだった。内示だって出ていたのに。あなたが強く希望したせいで、優しいあの子は役目を譲ったのです。知らなかった。オスカーに内定していたなんて。その結果、オスカーは危険な監獄島に回り、あんな大怪我を負ってしまった。そして今、あなたはオスカーを倒した敵の元にいる。私には、理由を知る権利があるはずです。人々を救いたいという思いは、今も変わりません。ただ、私は、聖霊とは別の道を見つけたいんです。許せる理由ではありませんね。許してもらえるとは思っていません。あなたが、オスカーのことで妥協しない人なのは、よくわかっています。その通り。私がそういう人間であることを、仲間によく伝えておいてください。オスカーを守るためには、あなた方に信用してもらう必要がありますから。話すことはそれだけです。わかりました。罪人の流刑地だったって聞いたことがあるけど、見てるだけで気分が落ち込む嫌な島だな。むやみに歩き回ると危ないですよ。わかってるって。でも、遺跡の感じからすると、相当な文明があったのは間違いない。お宝の匂いが、プンプンするんだよな。洞窟者の取り締まりは厳しいですよ。聖霊が怖くて海賊はやってらんねえだろ。宝探しを止めはしないが、危なくなっても助けはないぞ。わかっているな。あいあいさ。二号ミザで発揮したあの力、あれほどの力を秘めていたなんて。メルキオル様は一号にも高い潜在能力があるとおっしゃられた。私に使いこなす才能があれば。あ、テレサ様、怒ってますよね。は？何をですか？僕が逃げ出して
ベルベットの仲間になったことです。それは私の油断が原因です。敵に道具を奪われた自分の無能さが腹立たしいだけです。道具、今は自分のことさえどうでもいい。私は弟のオスカーさえ救えればそれでいいのです。その大事な弟に傷をつけたのは私よ。仇に助けを頼んでいいわけ？ええ、傷をつけてくれた。あの子の顔にも、経歴にも、心にも。恨みは忘れてないようね。けど、寝首をかこうとしてるなら無駄よ。今の私は、精霊を持たないただの人間。最下の剣士に傷をつける力すらありません。自分の無力さは痛いほど分かっています。なら、せいぜいおとなしくしてることね。テレサ様、ベルベットも同じなんです。ベルベットも弟のために。最下の剣士の情報は心得ています。でも、何だろうと関係ない。無力な私はこうするしかないのです。オスカーのために。テレサ様、精霊は道具。何を考え込んでいるのですか？わかったぞ。ベルベットにエレノア、テレサ、誰の弟になりたいか悩んでおるのじゃろう。ならばわしが一番優しいぞ。それは最強最悪の選択でいくよ。違うよ。テレサ様にちゃんと言いたいことがあって。言いたいこと？何ですか、二号？そのことなんです。二号じゃなくて、僕はライフィセットです。ライフィセット？ベルベットがつけてくれた僕の名前。とっても大切なことなんです。大切？そんなことを思うのですか？うん、感じるんだ。精霊は道具なんかじゃないから。わかりました。これからはライフィセットと呼びます。ありがとう、テレサ様。存外優しいのじゃの、テレサお姉様は。ありがとう、テレサ。いえ、大事の前に波風を立てたくないだけですよ。ベルベット、テレサとオスカーの情報を教えろ。俺は奴らの実力を知らん。ええ、テレサとオスカーは清涼通の僕がご説明します。テレサ様もオスカーもゼロナンバーと呼ばれる一等大魔士のトップクラスです。世界にたった100くらいしかいない一等大魔士の中でも指折りのエリートなんですよ。ゼロナンバーは戦闘力はもちろん、統治能力にも優れ、都市や施設の責任者を任される清涼の要です。問題なのは戦闘力だ。エレノア、お前よりも上なのか？はい、私は10ナンバーという彼らより一格下のクラスでした。模擬戦でもテレサの術、オスカーの剣術に圧倒されて一度も勝利できなかった。あの二人は訓練生の時コンビを組んで一晩で数十匹のゴーマの群れを退治したんですよ。以来メルキオル様に目をかけられているんです。なるほど、手強いな。二人揃ったら厄介だったわ。けど、今度の相手は、オスカー一人よ。でも、オスカーはメルキオル様が開発した新しい術を身につけているはずです。多分、厄介ですよ。あんた、本当によく知ってるわね。なんか妙だな。そうですか？僕は、清涼にいたから。お前、どうしてオスカーだけ、様をつけないんだ？そこですか？それは、同じイケメンとして、オスカーをライバル視しているからです。
クワガタですね。あ、はい。リオネル・イカズチオオクワガタです。呪文のような変な名前。かっこいいと思うけど。まったく、なぜ男の子はこんなものを好きなのかしら。何です？欲しかったのでしょ？あ、ありがとう。小さい頃のオスカーも虫を探してよく森を駆け回っていました。夢中になってすぐに怪我をするから心配で。取ってあげたの？気持ち悪かったけれど、その頃は私の方がずっと背が高かったから。お礼だと言ってセミの抜け殻をたくさんくれた時は悲鳴を上げてしまいましたが。自分の気持ちを伝えたかったんだと思う。僕もそうだから。おかしな精霊ですね、そんなことを思うなんて。思うけど難しいです。人間も同じね。ひどく難しいのに諦めることもできない。結局自分の信じるものを不器用にぶつけるしかないのでしょう。信じるもの。 B 遅れないで。何を話してたの？何でもない。ライフセット、新しいクワガタを見つけたんだって？うん、テレサ様が取ってくれたんだ。ほっほー、鋭いハサミ。アイゼン、こいつは完璧にクワガタだぞ。いいや、新種の日本ズノカブトの可能性はある。二人とも喧嘩するならこの虫は新種のカナブンってことにしちゃうよ。おっと、そいつは勘弁。ライフセットに一本取られたな。エレノア、あれはあなたが言わせているのではないのですか？いいえ、私はライフセットと器の契約をしましたが、私益はしていません。精霊がまるで人間みたいに。私も精霊にいた時には思いもしなかった。精霊にも人と同じ心があるなんて。でもライフセットやアイゼンと出会って知ったんです。彼らも嬉しい時には笑い、悲しい時には涙を流すと。お腹だって鳴るんですよ。お腹が？今では精霊だけでなくゴーマやクーマにも心があると自然に思えるのです。あなたはゴーマを憎んでいたはずです。もちろん憎しみがなくなったわけじゃないけど、憎しみだけじゃなくなったんです。精霊の心、ゴーマやクーマの心。テレサもライフセットに心を感じたからクワガタを取ってあげたのではないですか。喜んだあの子の笑顔は幼い頃のオスカーと変わらなかったでしょ。一緒にしないでください。テレサ、命の危険がある術を実践に使う精霊のやり方はおかしいと思いませんか？やると決めたのはオスカーです。あなたにあの子の何がわかるのですか？あの術には命の危険がある。絶対にオスカーに使わせてはいけない。テレサ様、具合が悪いの？いえ、問題はありません。でも今
すごく辛そうな顔をしてたよ。あ、それは少し考え事を。海賊病が治ってすぐに出発したし、無理はしないでね。テレサ様は自分にも厳しい人だから。他人にはもっと厳しいというわけですね。そういう意味じゃないです。構いません。冷酷な女だと自覚しています。ですが、器の心精霊知らずですね。私はあなたがこっそり出歩いたり、書庫に入ったりするのを見逃してあげていたのですよ。知ってたんですか？当然でしょう。放し飼いの子犬と同じと思って放置していただけです。一号の方はほとんど動かないでじっとしていたのに、なぜこうも違うのかしら。ごめんなさい。ま、男の子らしいということなんでしょうけど、あのまま勝手を続けるようなら、お仕置きをするつもりでしたよ。どんな？それは聞かない方がいいでしょう。多分あなたの具合が悪くなってしまいますから。テレサ様。ずいぶん打ち解けたようじゃの。本当に協力すると見るかい？全てが嘘とは思えんが、全部正直に話しているとはもっと思えん。ベルベット、分かっていると思うが。ええ、油断はしないわ。妙な動きをすれば殺す。大麻師じゃないなら簡単なことよ。テレサ、敵陣に乗り込む前に作戦を確認しておくわ。はい。私たちはあんたを人質にして、オスカーの武装と精霊を解除させる。オスカーを拘束してクーマを回収した後、港まで撤退。クーマを船に乗せ、出航準備が整った時点であんたを解放する。あとは好きにしなさい。結構ですが、一つだけ約束してください。決してオスカーを傷つけないと。それはオスカーの出方次第よ。約束はできない。ベルベット、私からも頼みます。テレサの願いを。オスカーを助けたいなら、テレサ、あんたが死ぬ気で説得しなさい。弟を守るのは姉の役目なんだから。ええ、必ず守ります。私の命に変えても。まもなく地脈点のはずです。手はずは分かっていますね。あんたを人質にしてオスカーを抑える。妙な動きはしないことね。来たな、クーマ・ベルベット。姉上。見ての通りよ。剣を捨てて精霊を離しなさい。さもないとこいつを殺す。卑怯な。見逃してください、オスカー。私は精霊が語る断りの本当の意味を見極めたいのです。人質を取って脅すのが君の断りだというのか。ごめんなさい、明日は問いになってしまった。そんな、姉上は。わかった、武装を解除する。下がっていてください。許して。あなたを救うにはこうするしかないのです。約束を守ったわね。そいつを連れて消えなさい。
それはできません。この子の失点になってしまう。テレサ様？どうしようっていうの？ただの人間が。そう。私は力も才能もない人間です。でも、あの方が教えてくれた。私の体は、カノヌシの力に適合すると。こうすれば、すべてを守れると。クーマになった？違う！融合したんじゃ！全員殺します。オスカーのために！自分をクーマにここまでやるのか！あの子のためなら何でもないわ！我に開口せよ！お願いもうやめて！引けるものだ！あの子の未来がかかっているのよ！負けるわけには。テレサ様、これ以上抵抗するなら手足を食いちぎっておとなしくさせる。もういいのです、姉上。見ないで、こんな醜い姿。ドラゴニアの家では父上も母上も跡継ぎである兄しか見ていなかった。でもあなただけはずっと僕を見てくれた。案じて、励まして、微笑んでくれた。ずっとありがとう、姉上。ここで見ていてください。あなたが見守ってくれれば、僕は世界を滅ぼす魔王にだって勝てる。見せてやる、我がカムイを。いざ参る！せーや！なんじゃこりゃ！精霊と一体化した！これほどの術だったか！魔王へ！まだだ！まだ崩れるな！カムイ！冷凍空間！お願いです、オスカー！これ以上は！許さない。姉上を傷つけたお前たちを！精霊の暴走か！いかん！ドラゴン化するぞ！食らって止め！ベルベット！待って！この人は！
殺したな。違う。いい子だったのよ。誕生日にイヤリングをくれたの。本当は婚約者に渡す家宝なのに、そうと知らずに私に。一番大切な女性にあげるものよって返そうとしたら、あの子、それは姉上だよって笑って。無邪気で、とても、優しい子だったのに！オスカーを殺したな！よくも、よくも、よくも！やめて！殺すな！クーマの回収は失敗じゃな。先にやったのはそっちよ。だから私はラフィーの弟のため。私はアルトリウスと同じことをした。あいつの目の前で弟を。同じじゃないよ。同じよ。けど仕方なかった。敵を撃つにはああするしか。あんたのためよ。あんたのために私は。逃げ道はないのよ。お前にも俺にもな。その通りね。大丈夫か？一気に食べ過ぎただけ。
あの二人は仲のいい兄弟でした。幼い頃から互いに支え合って。やられたことをやり返しただけよ。それで誰かが救われるのですか？ええ、殺されたラフィーの魂がね。とにかくクーマの回収は失敗じゃ。今頃新しいクーマが生まれているじゃろうて。行くぞ、港に戻ってそいつを探す。そうね。そう、仕方ないことよ。全部ベルベット。まさかベルベットがテレサを喰らってしまうとはのう。仕方ない。そもそもテレサがクーマになったのが想定外だ。弟のことがすごく大事だったんだ。ベルベットもテレサ様も。ああ、兄貴を切りたがる弟もいれば、あんなに思われる弟もいる。問題はこれからどうするかだ。テレサに代わってどこかで生まれるであろう新しいクーマを探すのが規定路線じゃがの。クーマになれる人間ってすぐに見つかるものなのかな。世界を統一して動いている星稜が未だにカノヌシを覚醒させられないんだ。そう簡単に行くとは思えんがな。だよね。クーマの再生に時間がかかるなら今がカノヌシと戦うチャンスかもしれん。結果的に7つのクーマをカノヌシから引き剥がせたということじゃよ。もっともそれでカノヌシが弱くなったかどうかは確かめてみんとわからんがの。クーマは僕も探知してみる。だから一旦監獄島に戻ろうよ。今はベルベットを休ませてあげたい。そうだな。アルトリウスを倒すにしてもベルベットがいなくちゃ意味がないもんな。大変だ副長、ゼクソン港から緊急連絡。数十人の大魔師を乗せた船がタイタニアに向かって出航。目的はサイカの剣士の討伐だって。プシュー、隠れ家がバレた。違う、密告なんてしていません。だったら手伝ってもらうわよ。クーマたちを救出しなきゃ。させません、モアナにまたあんなこと。待て、その情報の出所は決死鳥か。おう、いつも取引してる商人からです。本来作戦情報は開始するまで部下にも知らせない機密だ。それが一般人にバレてやがる。罠ってこと？退く選択肢はないわ。事情は敵も見抜いている。その上で罠を仕掛けるのは必勝の手段があるからだ。カムイ！今度の敵はカムイを使うタイマシどもかもしれん。あれはゴーマシュでも食い剥がせん。いわばお主の天敵じゃぞ。食えないなら普通に殺すまでよ。だな、カムイは受け切れば勝てる。オスカーのようにか。確かにまだあれは未完成のようだ。どうやら一定時間を過ぎると融合した精霊がドラゴン化してしまうらしいの。ドラゴンの暴走を防ぐために限界を超えた時、器と精霊を自戒させる術を組み込んでいるようじゃ。自戒？そこまでやるのですね。全ては推測に過ぎんが、できるだけ準備を整えていこうぞ。思い残すことがないようにの。
今回の聖霊の行動、どうにも腑に落ちん。はい。情報を漏らしたのがわざとだとして、私たちを放置するのはおかしいですよね。普通、私たちを追い込む作戦を同時に進行するはずです。監獄島の仲間を人質に取ったつもりなのかもしれんが、計略に穴がありすぎる。俺たちがモアナたちを見捨てて逃げたら、ベルベットを取り逃がしちまうもんな。奴らは、本当にクーマを取り返したいのかの。何が引っかかる？なぜメルキオルはアバルに幻術をかけ、ベルベットを追い込んだのかじゃ。それは、ベルベットを捕まえるためでしょ。それが無理なら、あいつを殺して別のクーマを作ろうって腹積もりじゃないのか？じゃが、そこまでクーマを確保したいなら、なぜオルトロスをほっぽっておいたのじゃ？確かにおかしいな。メルキオルがいたってのに、オルトロスを守ろうとしてなかった。意味がわからない。なんか嫌がらせみたいだ。それこそ意味がないですよ。嫌がらせで私たちが諦めるはずもないですし。いや、案外正解に近いかもしれん。タイタニエの襲撃も、俺たちへの揺さぶりが目的だとすれば、辻褄は合う。何にせよ、不吉な予感がするの。エレノア、オスカーが使ったカムイってのは前から研究されてたもんなのか？私は巡察官なので兵器開発のことはわかりませんが、極秘の研究部門の存在は聞いたことがありました。王国各地から様々な文献や古文書が集められ、解読が行われていたそうです。古代語に精通していたテレサが応援要請を受けて解読に参加したことがあった、と。カノノシの古文書かな？いえ、詳しいことは教えてくれませんでしたが、精霊の力の制御に関する文献だったとか。確か、ザビーダのジークフリートも力を制御する道具だったな。おそらく、その過程でジークフリートの存在を知り、カムイに応用することを思いついたんだろう。メルキオルがザビーダを追い回した挙句に術式を読み取ったのも説明がつくの。全てはカムイを生み出すためか。アイフリードは大丈夫かな？未完成とはいえ、カムイが実戦で使われた以上、アイフリードにこだわる理由はなくなったな。急いでタイタニアに行こう、アイゼン。僕も船のこと手伝うよ。なあ、急ぐぞ。頼むデフよ。一行は間もなくタイタニアに到着と伝えてほしいデフ。密定はお主じゃったか、ビエンフ。マギル姉さん。気がつかなんだ。わしの契約術に強制術を重ね書きしてある。さすがはおっさんじゃな。まさかお主が最初に逃げた時点からあのジジイの策だったとはの。わしをタイタニアに捕らえたのもベルベットと出会わせる計算か。見事すぎるわ。許してほしいでふぅ。メルキオル様の術には逆らえなかったんでふぅ。別にどうでもいいわい。どうでもいいと感じるわしの心すらもの。まずいところを見つかってしもうた。わしが聖霊の密偵とバレたか。違うんでふぅ。悪いのは僕なんでふぅ。聞いてたわよ、全部。なんじゃつまらん。では煮るなり焼くなり好きにせい。
もともと信用してもいないし、密告がなくてもいずれはこうなったわ。どうせ反省しないんだから、せめて戦力として働きなさい。ずいぶん甘く残酷なことを言うな。あんたたちに構ってる場合じゃないからよ。お望みなら全部終わった後に喰らってあげるわ。なあベルベット、憎いとはどんな気分なんじゃ。どれほど辛い、どんなに苦しい。身を焦がすほどの憎悪は生きている意味を、実感を与えてくれるのか。タイタニアが見えた。表の港に清涼の船が来てる。裏の港につけて。答えを知りたかったら手を貸しなさい。アルトリウスを殺す瞬間に見せてあげるわ。そんなボロボロのざまでまだ吠えるか。まったくムカつくやつじゃて。あなたたち、禁術を仕込まれてる？メルキオルの仕業ね。待て！狙いは私でしょ！出たな、最下の研修。またそれ、ご大層な名前ね。名付けたのは貴様が傷つけた人々だ。己が罪の重さを知るがいい。そんなもの、いや、今までの罪はその身に刻んでやる。我らが石の翼でな。想定のうちよ。演技する。やめてください。カムイの危険性を分かっているのですか。愚問よ、これは命の喰らい合いだ。影となる。殺さなきゃ。自滅したな。わしの予想通りじゃったの。清涼全部分かってやっているのですね。グリモワール、クーマたちは。分からないわ。急に攻められてチリジリになってしまったの。解読はどうなった。ほとんどできたけど、肝心の最後がまだなの。あんたたちはバンエルティア号を、
クーマたちも私が探す。できるかな、カムイの集団をかいくぐって。嫌なら来なくてもいい。無理しないで。みんな一緒だし、僕がベルベットを守るから、昔ラフィーも同じことを言ってくれた。けどそんな甘いこと言ってると死ぬわよ。いくら誓ったって現実には通じない。ラフィーもあっさり死んだ。殺された。私もあの子を守れなかった。あんなに私を思ってくれたあの子を、たった一人の弟を。胸を刺されて痛かっただけ。ベルベット、あんたは自分の心配だけしてればいい。これは命令よ。カノヌシを抑えてもらわなきゃならないのよ。アルトリウスを殺すために。